法文は中華民国の軍人、満州族、北京政府、法天派の軍人、南京国面政府において軍事面の要人となった。号は志一。北京陸軍大学を卒業し、法天派に属する。1926年、法文は暗黒軍第3.4方面軍、軍団参謀長に就任した。翌年6月、 陸軍中将区組を授けられた。1928年、東北保安司令部参議、東北陸軍工部同教育長、東省特別区刑務所所長を務める。長学寮の歴史後、法文は、参謀本部参謀次長、軍事委員会、第二長副長長、軍事委員会北平文化委員、軍事委員会弁公長副主任、陸海空軍総司令部中警弁事所所長を、 歴任した。なお、1930年の中原大戦に際しては、町の代理人として、南京に赴き、紹介席との間で、連絡役を務めた。1939年、法文は、王朝明の下で、中国国民党中央委員となる。翌年3月、王朝明政権が成立すると、軍政部政務次長に任命され、代理軍政部部長となった。このほか。 中央政治委員会委員、軍事委員会常務委員にも就任している。同年12月、軍事委員会主任委員に任命された。1941年3月、法文は軍政部長に正式に昇格し、清里委員会委員も兼ねた。5月、関東省政府委員に任じられる。9月、中央陸軍軍艦学校公務委員会委員となる。翌年8月、 軍政部の改祖に伴い陸軍部部長となった。1943年1月には最高国防会議員となる。同年4月、参謀総長に任じられた。1945年4月、河南省省長となっている。日本敗北後、法文は紹介席の国民政府により、官官として逮捕される。1947年3月7日、 死刑判決を言い渡されたが、同年5月20日に、無期懲役に減刑された。1949年、台湾に連行されて引き続き収監される。1975年、釈放された。1980年4月、台北市にて病没。去年89。ありがとうございます。